はい、おはようございます。ショッピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日はですね、この視聴者の方からいただいた質問に対して回答していく動画にしたいと思います。まあ、でも Vlog スタイルを通じてシェアしていく感じなので、気になる方がいたら最後まで見ていただいたら嬉しいです。それでは今日は6時35分から1日をスタートします。はい、お帰りなさい。今彼女は下のコンビニに、カフェラテを買いに行ってたんですよ。そうそう、めちゃくちゃ好きらしくて、それがないと朝一日始められないとか言ってますね。お帰り。そう、今ぐらいしかちょっと見る時間がないので、じゃあ見たいと思います。いきます。ペン。さあ、じゃあ今から仕事です。はい、どうもショッピンです。今回のデイリー音声は、掃除してくれてます。ありがたいです。洗濯物も干してくれました。で、僕は今ここで音声編集をやっていたんですけど、その集中したいから掃除機かけないでとか、洗濯物干さないでってことは言いません。もう自分の作業を中断したとしても、もうせっかくやってくれてる家事の方を優先します。はい、それでは今からショッピングの仕事カフェのミーティングがあるんですけども、なんかズームをアップデートしたら、固まりましたね。あれ？動かない？固まりましたね。はい。ありがとうございます。失礼します。はい、終わりました。はい、ということでショッピングのお仕事カフェのオリエンテーションが終わりましたので、今から彼女の時間に使いたいと思います。イエイイエイはい、海鮮お好み焼きっていうのかな。はい、いただきます。やっぱプレートがあると楽ですね。おうち時間も楽しいしっていうので、はい、いただきます。で、こうやって彼女と過ごしている時っていうのは、その仕事のことはあまり考えないとか、スマホを持たないで、彼女の時間にフォーカスっていうことでメリハリを持ってやってます。となので、毎秒毎秒自分の思うように行こうって思うとやっぱ辛くなっちゃうんですよね。でも自分は自分の時間でちゃんと確保する、で相手の時間はちゃんと確保するってことでメリハリをつけておいて、で自分の時間になった時だけ自分の思うようにこう動けば、自由に動けばいいと思うんですよね。はい、なので最初はそれも僕慣れるのが大変だったんですよ。今までやっぱずっと自分の思い通りに自分のタイミングでやっていたので、誰かに合わせるってことをやるとちょっとやっぱ辛かったんですけど、最初は。そう、でもやっぱそういう風にメリハリをつけることで、僕は今のところ解決じゃないですけど、こんな感じでやってます。せーの、はい、おお、せーの、はい、おお、できた。はい、やって、はい、お花でーす。じゃーん、綺麗にできても味がね、ちょっとどうかっていうところです。いただきます。うん、豚肉の甘みがジュワーって出て、すっごい美味しいです。うん、はい、じゃあ今からですね、インスタだったりツイッターだったり YouTube のコメントだったり DM に返信をしたいと思います。そう、ちなみにこれは彼女のパソコンを借りてやってます。よし、寝すぎちゃった。今16時33分と。では、このポロポロさんからいただいた質問で、ついつい
遅ね遅起きしちゃうっていうことに関して僕はどうしてるのかっていうとですね、僕は彼女のおかげで逆に早寝早起きになれたみたいなところもあるんで、ちょっとこれに関してはすいません、僕はあんまりこうした方がいいですとかいうのは言えないです。はい、出かけるにしても化粧の時間を待っていたりっていうところに関しては、まあ彼女がお化粧をしている時には自分はなんか別のことを淡々とやるみたいな、そう、もちろん待たなきゃいけないっていうそういう煩わしさはあると思うんですけど、進められるものがあったらそっちの作業やっとこうとか、例えばツイッターで発信するんだったらなんかワンツイートぐらいしとこうみたいな、そういう感じでなんか時間を有効活用、誰かにコントロールされてるっていうふうにも気持ち思うと思うんですけども、せっかくできた時間をじゃあ有効活用しようってことでやってもらえれば、もっとスマートにね、あの有効活用できるんじゃないかなというふうに思います。今夜の7時25分ということで、一通りですね作業が終わりました。で今から夕飯にしたいと思います。でその前にちょっとお風呂入っていきます。はい、気持ちよかったです。じゃあ今からご飯にします。おー、美味しそう、作ってくれました、ありがとうございます。彼女が料理作ってくれましたので、後片付けは僕がやります。よし、オッケー、いただきまーす。おー、今から10分後にですね、メインチャンネルの方のライブ配信をしたいと思います。お風呂入った後なので髪ボッサボサですけども、で今回はですね、前回ツイッターの方で、質問をして、まあ、皆さんこう興味があるというふうに言ってもらったこちらの非常バッグの中身の2人分ですね、僕と彼女の分をシェアしたいと思います。はい、ライブ配信でなんかちなみにすごいダサいカバン使ってますねっていうツッコミは絶賛募集中です。はい、ということでライブ配信が終わりました。いや今日も参加いただいて嬉しいですね。はい、じゃあということで片付けます。はい、ということで今回のシェアは以上となります。僕もやっぱ最初の方は、ミニマリストの方でこう身軽に自由に自分のやりたいように、完璧にやりたいっていうふうに思っていたので、それをこうパートナーができた最初っていうのはちょっとこう、ね、自分の思うようにならないっていうのはすごいストレスだったと思います。まあ、でもパートナーがいるとすごい安心しますし、なんか頑張れるんですよ。そう、まあ、これはまあちょっと言葉にすると難しいですけども、まあ、そんな感じがするんです。まあ、なのでそのミニマリストなライフスタイルを送っていた僕がミニマリストじゃない彼女と、どういうふうに暮らしているのかっていうのをですね、またこのメインチャンネルの方でも引き続きライフスタイルとともに見せていこうと思います。はい、ということで今回の話がちょっとということで今回の話がとても面白かったで参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで、もう寝ます。それではおやすみなさい。